樋口一葉、樋口一葉、樋口一葉、1872年5月2日、明治5年3月25日から1896年、明治29年11月23日は、日本の小説家、東京生まれ。中島歌子に、歌、古典を学び、中来道水に小説を学ぶ。生活に苦しみながら、竹比べ、濁りへ。 十三夜といった収作を発表、文壇から絶賛される。わずか一年半でこれらの作品を送ったが、二十四歳六ヶ月で、肺結核により死去。没後に発表された、一葉日記も高い評価を受けている。東京府、第二大区一小区内幸町の東京府町構内、現在の東京都千代田区の長屋で生まれる。本名は、樋口夏。父は、 樋口ち之介、則す母は、小屋家の娘たち、綾目の、第五子で、一葉は次女。姉の藤、兄に、千太郎、虎之介がおり、一葉の後に、妹国が生まれた。樋口家は、甲斐の国山梨郡中萩原村主義原、現、山梨県甲州市縁山の長百姓。祖父の八歳門は一葉が生まれる前年に、死去しているが、 学問を好み徘徊や教科、監視に親しんだ人物で、江戸の御家人マシタワン・スズナ、仙之城から、江戸の情報を知り、横浜開港に際しては、キート輸出の事業にも着手している。一応は後に、濁り絵で、八歳門の教養や反骨精神を、主人公を力の祖父に重ねて描いている。父のノリギも、農業より学問を好んだ。との結婚を許されなかったため、 駆け落ち同然で、江戸に出たという。の吉は、番所調べ書金番であった番鈴名を頼って、同所使用人となり、1867年、慶応三年には、同心株を買い、運よく、幕府時期さんとなり、明治維新後には、下級役人として、氏族の身分を得て、東京府庁に勤めたが、1876年、明治九年に免職。1877年、 明治10年には、警視庁の雇いとなり、1880年、明治13年には、勤めの片荒や未金融、土地家屋の売買に力を入れた。職権などで入手した情報などをもとに、不動産の売買、圧戦などを副業に生計を立てていた。一葉は1872年、明治5年3月25日、乗り木の次女として誕生する。少女時代までは、 中流家庭に育ち、一様の日記、ゴミの中に寄れば幼少時代から読書を好み、草草氏の類を読み、7歳の時に極定和金の南宋里見八県伝を読破したと伝えられる。1877年、明治10年、本郷小学校に入るが、幼少のためにほどなく退学し、吉川富吉が始めた私立吉川学校に入学した。 1881年、明治14年、時系の虎之助が分家し東桂漬家に弟子入りした。同年には、下役岡地町へ移ったため、11月に、上野元黒門町の私立大見学校に転校する。高等科、第4級を主席で卒業するも、上級に進まずに退学した。これは母、滝が、女性に、学業は不要だと考えていたからだという。一方、 父、の義は、娘の文才を見抜き、知人の和田しげのもとで和歌を習わせた。1886年、明治19年、父の旧幕時代の知人である医師の縁田清庵の、紹介で、中島歌子の歌塾、萩野社に入門。ここでは、和歌のほか地陰流の書や古典文学を学んでおり、源氏物語などの王朝文学が一様の、初期作品のモチーフになっている。 萩野社時代に一応は、親友の伊藤夏子や田辺隆子と出会い、素養を積んでからは、助手として、講義を行った。萩野社は、当時、公家や旧、大名などの旧体制、明治政府の特権階級の政治家、軍人の夫人や令嬢らが通う多塾だった。士族とは家元農民出身であったため、一応、伊藤夏子、田中美乃子は、平民組と称し、田中美乃子が、 物包みの君と呼んだほど一応は内向的になる。入門して、初めの正月、新春恒例の八会が近づくと、霊場たちの晴れ着の話題など、着物の話はとても下級管理の娘が競える内容ではなかった。それでも劣等感を跳ねのけ、親が借りてきた古着で出席した。名家の霊場であった、田辺隆子、三宅加穂は、思い出の人々という辞伝の中で、 萩野の社の月例会で、友人と床の間の前で寿司の配膳を待ちながら、政府をもむろに吹き来たって水波起こらずという赤の符の一節を読み上げていたら、救助をしていた猫背の女が、酒をあげて客に属し、赤月の死を称し王朝の章を、歌ふと口ずさんだのに気づいて、なんだ、生意気な女と思っていたら、それが一様で、先生から、特別に目をかけてあげてほしい。 言われて紹介されたと、初めて一葉と会った時のエピソードを紹介し、一葉は、女中と内弟子を兼ねた働く人のようだったと書いている。この時一葉15歳、流行18歳。後に二人は、萩の社の二歳園と呼ばれた。一葉の家庭は、転居が多く、生涯に12回の引っ越しをした。古主であった長男の仙太郎は、1885年、明治18年に、 明治法律学校、明治大学に入学したが八百八十七年、明治二十年に退学し、その後肺結核で死去したため、父を後見に相続古種となる。八百八十九年、明治二十二年、則義よしは荷車受けお医組合設立の事業に失敗し、同年七月に死去。一応の父、則義と同郷で上京後の則義を支援した、マシモ・バンスズナは、 明治後に、私塾、トールガ岩塾を営むが、武蔵区に南多摩郡原町殿、東京都町田市の渋谷千次郎宅には、その出張所があった。千次郎の弟がバンス鈴名の孫である、渋谷三郎で、バンス鈴名を介した縁から1885年、明治18年に一葉は三郎を紹介され、両者は、巨婚の関係にあった。は自由民権運動の活動家で、 自由党員でもあり、その影響を受けた一応は1889年、明治22年の雑記で男女同権について記している。一葉とサブロの婚約は、1889年、明治22年のノリギの死後に解消される。ノリヨシの死後、樋口家には多額の借金があったのに、渋谷サブロから高額の血納金を要求されたことが原因とされる。 一応は、次男の虎之助を頼ったが、母と虎之助の折り合いが悪く、十七歳にして、子史として、一家を担う立場となり、千八百九十年、明治二十三年には、萩の社のうち弟子として、中島家に住み、塾の手伝い料として、月二円をもらう。同年九月には、本郷菊坂、東京都文京区に移り母と妹と三人での、張り仕事や洗い張りをするなど、 苦しい生活を強いられる。ただし、一葉自身は、労働に対する別詞が強く、針仕事や洗い針はもっぱら母や妹が、こなしていたと言われる。一葉は、演視や弱視ではなく、禁眼だったので、細かい仕事に向いていないわけではなかったが、針仕事を別詞していたので、自分にできる、他の収入の道を探していたという。一応は、萩野社ャ門の姉弟子である、田辺佳穂が、 小説、ヤブのうぐいすで多額の原稿料を得たのを知り、明治二十二年頃より小説を書こうと決意する。1891年、明治二十四年、数え年二十歳で、彼尾花はじめもとを執筆する。同年に執筆した随想で、一様の筆名を初めて使用した。同年四月には、小説家として、生計を立てるため、 東京朝日新聞専属作家の中来東水に、支持し、指導を受ける。1892年、明治25年3月に、中来は、武蔵野を創刊し、一葉は、図書館に通い詰めながら、諸女小説、闇桜を、一葉の筆名で、同志創刊号に発表した。東水はその後も困窮した生活を送る一葉の、面倒を見続け、次第に一葉は東水に、 連母の感情を持つようになったという。しかし二人の中の集文が広まった、双方独身であったが、当時は、結婚を前提としない男女の付き合いは許されない、風潮であったため、一葉は、中島歌子の指示により、陶水と縁を切る。その後、これまでとは、スタイルの異なる高ロ露伴風の理想主義的な、小説埋もれ着を、雑誌、との花に掲載し、一葉の出世作となる。 三宅加穂の紹介で、平田と久保区と知り合った一葉は、雪の日など、複数作品を文学界で発表。この頃、賢治になったかつての巨婚者、坂本三郎を、前述の渋谷三郎が求婚してくるが拒否する。生活苦か会のため相場師になろうと、占い師の草が吉高に接近し、借金を申し込む。吉原遊郭近くの下谷流線寺町。 現在の台東区流線一丁目で、荒物と高子を売る、雑貨店を開いたが1894年、明治27年5月には店を引き払い、本郷区丸山福山町、現在の文京区西方一丁目に転する。この時の経験が後に代表作となる小説、竹比べの題材となっている。同年12月に、大津小森を文学界に発表する。 1895年、明治28年には、中来東水から白文館の大橋音輝を紹介される。白文館は、明治20年に創業された出版社で、太陽、文芸クラブなおを発刊し、春陽堂と並び出版会をリードする存在であった。大橋音輝は,は、作家として活動していたが、白文館の館主、大橋佐平に認められ、 サスケの頂上大橋時を妻に迎える。大橋夫妻は一様に活躍の場を与え経済的にも支援しており、大橋時は一様に入門し和歌を学んでいる。音羽は明治二十八年同年三月の一様宛書館で小説の寄稿を依頼している。この年は一月から竹比べを七回にわたり発表し、その合間に音羽の依頼でゆくくもを執筆したほか、大橋時の依頼で 京机絵を書き改めた上で、文芸クラブに再掲載させた。他、濁り絵、十三夜などを発表している。大津小森から、裏紫にかけての期間は、奇跡の十四ヶ月と呼ばれる。なお、明治二十八年は七月十二日に、父、の吉の七回帰法要があるため、一様は、大橋時に法要のための原稿料前借りを申し出ている。はこれを了承し、 一葉は7月下旬に未完成の濁りへ原稿を吐け、8月2日には残りの原稿が渡された。1896年、明治29年には文芸クラブに竹比べが一括掲載されると、王外や露伴だから絶賛を受け、森王外は目覚ましくさで一葉を高く評価した。馬場古町や島崎藤村など文学界同人や斎藤緑愚といった。 文筆家が多く訪れるようになり、文学サロンのようになった。5月には、我から日曜百科前書に、通続書館文を発表。しかし一曜は当時治療法がなかった、肺結核が進行しており、8月に、斉藤緑夫の依頼を受けた、自らも医者である、森尾貝が、東大随一と言えるか志村清則、青山種道らの医師を頼み往診に向かわせた、回復が、 絶望的との診断を受けた。11月23日、丸山福山町の自宅において、24歳と6ヶ月で死去。葬儀は11月25日に、身内だけで質素に、築地本願寺で行われた。樋口家は確かに、金銭面も不足していたが、日露戦争後の社会ムードにより当時の東京では、簡素な葬儀が行われる風潮があった。 一洋の才を高く評価し、その創生を惜しんだ森尾外は陸軍軍医総監森林太郎としての清掃の上で牙にて棺に従う三列を打診したが遺族に提唱に断られている。一洋の作家生活は十四ヶ月余りで死後の翌1897年明治三十年には一洋全集、皇帝一洋全集が刊行された。墓は 樋口家の母大寺である築地本願寺別院で、後、杉並区英福の築地本願寺和田堀病所へ移された。法名は、里市松院釈明陽神名。樋口家では1898年、明治31年にも一葉の母、滝が死去する。一葉の妹、国は、樋口家と恋姻であった、西村千之助の経営する文具店。 小石川堂を譲り受ける。さらに、国は店に出入りしていた、吉江正サを婿として、店を共同経営し、一洋の走行、日記、保護紙の保存や整理、出版に尽力した。1922年、大正11年には一洋の27回期が行われた。この時、国が、日口家の園石で、金と貿易商である、 広瀬屋やと共に一様の文学費建造を計画し、広瀬や地元有志の出資により、東山梨郡軍大藤村中萩原、甲州市沿山の自運実刑台に建てられた。同年10月15日に除幕式が行われている。式典には、旧友も参列し、元婚約者の坂本三郎は、親族として昇降した。旧友たちはこれに憤慨し、さらに坂本が、 日記の中で一葉から、打滑のごとく書かれたことに対する弁解を講演会でしたことにも腹を立てた。坂本は一葉と婚約解消後、大官の礼状と結婚し、行政裁判所表状官から秋田県知事、山梨県知事を務め、式典当時はすでに面会していた。1926年、大正15年には国が死去し、 マサジは1937年、昭和12年まで存命する。マサジ、国の長男である、樋口悦子も一応関係資料の整理、研究を行った。肉筆原稿や関係資料などの文学資料は、日本近代文学館や山梨県立文学館に所蔵されている。近代以降では、最初の職業女流作家である、24年の生涯の中で、 特に亡くなるまでの1年2ヶ月の期間に日本の近代文学史に残る作品を残した。家が没落していく中で自らが士族の出であるという誇りを修正も落ち続けたが、生計を立てにくかったのはそれゆえであるという見解もある。生活は非常に苦しかったために筆を折ることも決意したが、雑貨店を開いた吉原近郊での生活はその作風に影響を与えた。 伊原西角風の画族折衷の文体で、明治期の女性の立ち振る舞いや、それによる悲哀を描写している。竹比べでは、吉原近くの大音島へを舞台にして、思春期頃の少年少女の様子を情緒ある文章で描いた。他に、日記も文学的価値が高い。一葉は、画号で、古籍名は夏。夏、夏子とも呼ばれる。樋口一葉として知られるが、 歌人としては夏子、小説家としては無性主公の一葉。新聞小説の義号は先行の沼子、春日の四子として筆名を使い分けている。発表作品においては、樋口夏子に類する本名形と一葉の画合形に分類される。樋口一葉と混合した署名を用いている例は、わずか一つであり、竹比べ未定抗などにおいて、一葉と記された署名に、 別人の手により、性が書き加えられているケースがある。明治前半期の女性作家においては家への抵抗や、性の変遷などから同様に性の忌避や、創作世界においては画号を用いるといった署名傾向があり、一様にも女子種としての意識が強くあったとも考えれている。一様という筆明は、当時困窮していたこと、お足がないと一枚の足の葉の船に乗って、 中国へ渡り後に手足を失っただるまの逸話に引っ掛けたものである。一応の残した手記として、日記の他に作品の下書き、調査メモなどを記した手帳二冊がある。この手帳は共に個人像で、一冊は別れ地もの下書きなどが記されたもの、もう一冊が埋もれ着の調査メモが記されたもの。前者は用途時、 横形のノートで、寸法は縦 19.2cm、横 12.7cm。9ページ目までは、鉛筆書きの、土佐日記の写しで、上平4年、934年2月26条から、翌上平5年に1月4日までの文が写されている。10ページ目からは、墨筆で、ふくるかぜと題された小説の断片が記されている。これは、 内容から1892年、明治25年3月31日から同年4月17日にかけて、一葉が先行の沼子の筆名で、会心新,新聞に発表した、分かれ字もの未抵抗にあたると考えられている。筑馬書房、一葉全集では一部が本告されている。後者は、埋もれ木の調査メモが記された手帳で、近年原本が発見された。表紙が、 和紙の小型手帳で、寸法は縦9トル、横6トル。一葉は1892年11月に、都の花田 E95 号から3回連載で、埋もれ木を発表しているが、手帳の内容は、鉛筆で作中に登場する、薩摩用陶器の歴史や製法が記された調査メモが主体となっている。なお、埋もれ木には、この手帳の他未抵抗が現存している。 他、中来東水から借りた朝鮮文学、旧雲房の主人公を主題とした一葉自作の漢詩や上野東京図書館で読んだ新著文集の読書メモも記されている。一葉の肖像は2004年、平成16年11月1日からニトベ稲ナに代わり、日本銀行券の五千円紙幣に新デザインとして採用された。女性としては、百八十一年、 明治十四年発行の紙幣に採用された神宮公以来123年ぶりで二人目の採用である。2000年、平成12年に発行開始された2000円紙幣の裏面に紫式部が描かれているが、これは肖像画の扱いではない。偽造防止に利用される髭や顔のシワが少ない、溜め板を起こすのに手間取り、製造開始は野口秀代,代の1000円紙幣。 福沢諭吉の一万円紙幣より遅れた。夏目漱石の妻、京子の著書、漱石の思い出によると、一葉の父、のりが、東京府の管理を務めていた時の上司が漱石の父、小平直勝であった。その縁で一葉と漱石の長兄、大輔、大逸を結婚させる話が持ち上がったが、のりが、たびたび直勝に借金を申し込むことがあり、 これをよく思わなかったなおかつが上司飛ぶかというだけでこれだけ何度も借金を申し込んでくるのに親戚になったら何を要求されるか分かったものじゃないと言って破談にしたという。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。